韓国軍中国製カメラを基地から撤去なぜって中国のサーバーにデータを送信できるように設計されていたといや当然そうだと思うんですけど本当にそうだったんだというね <laughs> だからね軍事機密とか国家機密に関わるところには中国製のカメラはえー、置いちゃいけないよと いうふうふに言われてました、まあでも実際そんな送信してないだろうとはみんな思ってたんですけどもでもそういうことができちゃうから中国製のカメラを、えー、軍事機密とかのところに置かない方がいいよって、まあ、前から言ってたじゃないですかはい、えー、でも日本もねやっぱり自衛隊とかは、えーね、排除しましたけれどもいまだにね、えー、日本政府のいろいろな機密の場所中国製のカメラありますからねえー、えー、ですからね あのまあまあ大丈夫っしょみたいに思う人もいるかもしれませんけど私は絶対抜いてると思ってましたけどやっぱりなということと同時にでもほら中国もしこんなのが世界で報道されたら中国製のカメラなんて誰も使わなくなりますよそうでしょ、えー、だから軍事,軍事基地に使われていてもいや私たちはね絶対そんなデータは取ってませんよと安心してね あの安心して使ってくださいって、えー、いうふうに言うのが中国の会社であり中国政府だと思うんですけども本当にデータ抜いてたってことが分かったわけですよだからバレたら恥ずかしいっしょねバレたらあだったら抜かなきゃよかったと思うっしょね,ね世界中で使ってくださいねと私たちは一度もねそんなものは抜いたことはないですというふうに <laughs> 言えば良いものをね バレちゃってるわけですよ。<laughs> まあ知ってたけど、やっぱ本当だったんだというね、えー。そんなことやってたら信用失うって話ですからね。まあ言いますよ。まあ、今の今まで使ってた韓国軍も韓国軍なんですけどね。抜いてんじゃないかと言われ続けて、本当に抜いていた中国も中国なんですけどね。<laughs> まあ、やばいですよ。 えー、はい、読みます。韓国軍は中国製の監視カメラ1300台を基地から撤去した。韓国当局者によると、監視カメラは中国のサーバーに接続できるように設計されていたという。セキュリティ上の観念から、中国製の監視機器に対する取り締まりは世界的に強化されている。 監視カメラが中国にデータを送信する可能性があることが判明したため、韓国軍は1300台以上のカメラを基地から撤去することを余儀なくされたと韓国の通信社である連合ニュースが報じている。その監視カメラは韓国企業から供給されたもので、中国のあるサーバーを通じて映像記録を外部に送信できるように設計されていることが判明したと、匿名の軍関係者が連合ニュースに語った。 韓国の情報機関は7月に軍用機器の調査を行った際、これらのカメラが中国製であることを発見したという。一部のカメラは北朝鮮との国境付近に設置されていたが、それらは国境を監視するのではなく、練習基地やフェンスに向けられていたと軍関係者は述べ、実際にはデータが漏洩したわけではないと付け加えた。約100台のカメラは韓国製の機器に交換されたと、えー、連合ニュースは報じている。 この件が発表された頃、多数の西側諸国でも中国製の監視機器に対する取り締まりが強化されていた。それらの危機器のセキュリティ対策の甘さや中国政府との関連性への懸念が高まっているからだ。中国のセキュリティえ危機器企業である DAFA とハイクビジョンは中国のウイグル族に対する人権侵害に関与したとして2019年にトランプ政権によってアメリカ、 連邦通信委員会 FCC のブラックリストに掲載されたその後さらに7社の中国または中国支援の通信映像監視企業がリストに追加されているイギリスの一部の重要な政府施設でハイクビジョン製カメラの使用を禁止しており2023年2月にはオーストラリアが政府の建物から数百台のハイクビジョンおよびダーファ製の機器を撤去した それでも多くのヨーロッパ諸国が安価なダーファやハイクビジョン製の監視カメラを使用しており <coughs> 軍事基地や警察本部といった重要な施設にも設置されていることが2024年5月に発表されたラジオフリーヨーロッパの調査で明らかになっている韓国軍基地で使用されていた機器の中国の製造元の名前は明かされていないが韓国軍は 製造元に関する書類を偽造したとされる供給業者に対し法的措置を検討していると連合ニュースが報じたと、はい、ですから中国製じゃない体で入ってきたっぽいですけどね、はいえー、ですからあのー、ね日本はまだまだ甘いですよ自衛隊からは、ね、撤去したという話ありましたけどもそれ以外ないですからね日本政府とか国会とかええー、もう山ほどだって 普通に監視カメラ買ったら基本中国製ですからね。えシェアがでかすぎて普通中国製なんですよ。日本製探そうと思ったらあんまない、あまあるんですけど少ないです。パナソニックとか出してますけどやっぱ高いし少ないんですよね。普通に買ったら中国製ですからね。ですから意識してね。えー まあ中国製の監視カメラをね排除するっていう,うに意識した上でやらないとうっかりボケッとしてたら入ってきちゃいますよはいえー、なのでえー、ねちょっと注意が必要ですでも本当に抜いていたとは驚きですよええー、だってほらえっと、えー、ファーウェイがね えー、バックドアが仕組まれてるんじゃないかと言われていやありませんよってファーベイは言いましたよねはいだから疑われてる企業はほらありませんありませんありませんとどこからもそんな話あないでしょとだって抜いてないからってえだから安心して使ってくださいってやるのが筋ですよね抜いてたんだっていう <laughs> いや何ていうのかな <coughs> あ、これできんじゃねえと思ったらやっちゃうんですよね。あの、中国人、中国籍の女性が、えー、フィリピンの、えー、フィリピン国籍を偽って市長になっていたという事件も、あ、これいけんじゃねえと思ったらやっちゃうんですよね。これバレたらどうしようっていう、そこまで考えを巡らさないんでしょうか。バレたらめちゃくちゃ恥ずかしいじゃないですか。めちゃくちゃマイナスですよね。最初からやらなかった方が良かったでしょう。その監視カメラってさ、この、 監視目的だけどもいろんな機密なものがあるわけでこれがね、えー、どっかに流出するってことを一番嫌うわけだから本当にやってたんだっていうね、えー、抜け目ないというかやっちゃうんですよそういうのねえーえー、どうしようもない信用失うって分ってないのか <laughs> 信用失だって信用ガタ落ちですよそれは、えー、だから嘘嘘はバレるのよえー バレた時にね、どれだけのマイナスが及ぶかよ。そうでしょうね本当にやってたんだっていう。日本政府ちょっと考え直した方がいいですよ。本当に。あっちこっちでね、中国製の監視カメラ使ってんのよ。安いし、普通に買ったら入っちゃうんですよ。え、政府が直接発注しなくても、え、警備を委託していたり、設備とかを委託してたら、うっかりすると入っちゃってんですよね。 政府が中国製をつけろと言わなくたって、もう気づいたら監視カメラあちこちにあって、知らないうちに中国製で、知らないうちに送ら、抜かれてるんですよ。ねえ。いやー、恐ろしいなー